ンのヒューガで美味しいものを見つけたの時間がやってまいりましたよ。はい、今日はですね、ヒューガ市で水仙創作イネリアさんにお邪魔します。それではレッツゴーします。あんまり言わないのか、お店に迎えてまいりましたよ。はい、こちらはかわいらしい、ねえ、こちらはもしかして大阪のビリケンさんではないでしょうか、ね、こちらの幸せを呼ぶ神様とよく ね聞いたことありますけど、なんだか足の裏に、ね、こう手を当ててこうさせるとすごくいいことが起きると言って、幸せの神様とかよく言われてますね。はい、大阪ではですねすごく有名なんですけど、こちらのイネリアさんの方も何か大阪に関連する、ね、今日は美味しい料理出てくるんではないかなと思ってですね、楽しみにしていますが、はい、それではちょっと店内の方に入ってまいります。こんにちは、水仙創作うねり屋さんの寺沢はじめさんに今日はご紹介いただきます。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、店内に入ってまいりました。お座敷があって、そしてテーブル席がありまして、もう部屋の中がですね、本当に今からお料理、美味しいお料理がたくさん出てくる、もうワクワクしております。はい、それではですね、今日こちらじゃーんと美味しいね、お刺身ズームアップしていただくと、とっても綺麗です。うわー、キラキラとなんかね輝いておりますね。わ、新鮮そうです。わ、このお刺身はどちら取りで、そうですね、また一体日向灘近海ですね、北浦、糸島、っていう方面から何軒かこう伝わってみましてね、はい、今日はまあ一応ベースに、ジアジとお刺身、あとはまあ旬のイサキ、あとは、カツオですね、まあ、そこら辺をちょっといろいろ盛り合わせにしてみました。はい、もう本当にですね、ご主人、こだわりの、お刺身がもう宝石箱のようにね、出ないと向かっております。まあ、まず最初こちら食べるにワクワクしてるんですけど、まずどれから食べたらいいですかね。もう好きなものから召し上がってください。はい、それでは楽しみです。では、まず早速いただきます。わー、じゃあお刺身、わさびをちょっと入れて、わー、私が大好きなお刺身がたくさんなので、そうですね、まずやっぱりちょっとエビを、赤エビですね。赤エビです。あ、すっごいプリプリしてますよ、プリプリしてそうです。はい、いただきます。うん、うん、甘い、ご主人プリプリですね。はい、プリプリですね。はい、わあ、すごくもうコリコリです。美味しいです。甘みがですね全然違いますね。
もう本当に新鮮で、中でこう溶けるような感じですね。あ、プリプリです。美味しいです。じゃあ、そうですね、そしたらそれ次に行きますね。わあ、私あのサバが大好きなんですけど今回はちょっとサバが入ってますね。はい、そしたらですね、あ、こちらはあ、それしめ鯖ですね。しめ鯖ですね、はい、はい、私が大好きなしめ鯖ですねはい、こちらですね、いただきますね。もう本当にあのピカピカキラキラ光ってるんですよ。キラキラです。いただきます。すごく甘くて美味しいです。今の時期、あの油が乗ってますからね、その。すっごくですね、あのいろんなところで食べたけれど、こちらのね、しめさばすっごく甘さが全然違います。うん、美味しいです。本当にこれはもう早速あのビールかなんかいただきたくなりますね本当にビールだとこう何倍もこのお刺身一つでいただいてしまいたくなります。うん、わあ、もう本当にあの彩りも盛り付けもすごく、これご主人様が作られたんですね、はい、だから推薦そうサブってなったんですね。そうですね、はい、希望がもう私一人なもんで、はい、仕入れから、はい、全部私がやってますんで、ね、自分でされてる、素晴らしいです。この盛り付け見ただけでも食がですね、ガーッと胃袋がね、食欲が欲しい、食べたい食べたいってなるんですよね。そしたら続けてどんどんいっちゃっていいんですかね、はい、こちらはカツオですね、はい、カツオ、もうピンク色です。綺麗ですよね、上にあの薬味がありますんで、みょうがとか生姜とか、はい、ネギとニンニクとそれをちょっと、うん、はい、持ってきてもらえば好みですけど、持ってて、はい、いただくということですね。本当にこんなの桜色しているね、綺麗なお刺身見たことない、すごいですね。甘い、こちらはすごく甘いんですよ。朝どれですかね、こちら。朝一でね、ご主人様がしね、仕入れてできました。すごく美味しいです。やっぱりあの中がですね、弾力もあって、そうですね、もう本当にコクがあるんですね。お刺身も何もつけなくてもいいぐらいのね、鮮度がありますね。美味しい。こちらはあと、そうですね、あとタコさん夏場がやっぱ旬です。夏が旬ということですね。わあ、もうタコ大好きなのでコリコリしてますね。コリコリです。コリコリ、すごくあのね、コリコリして、何ですか、もう本当に歯ごたえがね、いい感じられますね。コリコリです。音聞こえますか。コリコリしてます。本当に美味しい、美味しかったですね。全部食べてしまいたくなゆっくり召し上がってください、はい、そしたらですね、こちらも本当にあの綺麗な芸術的なね、お刺身いただきますのでですね、ぜひ来てくださいね。写真をちょっと、はい、はい、こちらですね、はい、取れたて美味しそうな岩牡蠣です。美味しそうですね。はい、こちらはですね、食するの楽しみです。
それではビールもね、ご用意していただいてありがとうございます、それでは早速ですね、いただきます。で、上書きの食べ方がなんかね、はい、そうなんですけれど、はい、どういう食べ方で食べると、まあ、ヒューガはそのヘベスが6月から出荷されますので、でもうヘベスを絞って、もう柿の旨味とヘベスだけで食べるのがこちらの食べ方ですね。それでは早速いただいてみます。そうですね、ヒューガといえばね、ヘベスですね。たっぷりかけますね。うん、いい香りです。あ、それでは、楽しみですね。すごい、重いです。わー、じゃあいただきますね。わ、プリプリで、すごいプリ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 してます。おー、大きいです。いただきます。おいしい、うん、おいしいですね。ありがとうございます。エキスたっぷりもう飲んでください。おいしいね。これ、おいしいです。うん。海の香り。本当に塩のね、はい、本当ほんのりとした香りが、うーんとするんですよ。本当に新鮮ならではですね、このプリプリ感は。もう海のミルクですか、はい、うん、って言われてますよね。もう口の中でプリプリで、中とろーりって感じですね。これはまさにもう今から旬ですね、はい、9月ぐらいまでがシーズンなもんで、はい、まだ当分は、はい、そうですね。美味しかった。これはもう何個でも食べたくなりますね。美味しいビールがやっぱり岩牡蠣を食べた後、美味しくなりますよね。あー、美味しい。本当にこのビールと岩牡蠣合いますね。本当に合います。今からは本当にね、牡蠣が美味しくなりますので、ぜひ皆さん試してみてくださいね。ご主人様は、はい、こちらの日向のご出身なんですか、はい、いやいや、全然生まれは札幌で、育ちが大阪なんですよ。で、その18ぐらいからサーフィンを始めて、はい、で、まあ、こっちに来てもう20年になるんですけど、で、まあ、将来はその海の近くに住みたいなと思いましてね、うん、でそれがきっかけで日向に来たんですけど、はい、すごいですね。やっぱり海の綺麗な日向に何かこう思い寄せることが何かあったんでしょうかね。行ったことなかったんですけど、一人だけ後輩おったもんで、うん、で、まあ、その子を訪ねてきて、で、まあ、こっちの魅力にも取りつかれて、そうですね。もうね、海の綺麗な日向といったら、もうね、サーフィンとか、うん、ね、ボディーボードとかされてる方よくね、そうですね、いますよね。それでこちらの方にも、はい、こうもうすごくいいなと思って、そうですね、もう移住アイターンですね、いわゆる、はい、アイターンですね、はい、あちらでお仕事されてこちらに移住することになったんです、はいはい、そうなんですね。だからちょっとですね、皆さんこちら見てください。じゃーん、はい、大きなサーフボードがあるんですけれど、これはご主人の、いや、これはもう飾りですね。私にはまた別にあるんで、これはインテリアです。ね、サーファーの方もこちらのお店。そうですね。地元の子たちもね、あと、まあ、県外からこっちにサーフィンに来た子とかも口コミでね、とか、まあ、ショップさんとかの紹介とか、はい、来てくれます。わ、素敵なね、サーファーでありね、もう創作料理もきれいに作られる方で、もう料理も。味満点ですよ、皆さん。ぜひね、来てくださいね。それではですね、今度、じゃーんと、ね、オーナーさんが持ってこられたのが、すごく素敵なものをですね、はい、お料理。こちらは、ね、もうワクワクしますけど、これ、はい、なんていう料理になるんでしょうか。おまかせ専用のカルパッチョ、通天閣スタイルですね。
通天閣に込み立てて、うん、はい、大阪の ね、はい、ね、おられたということで、もうすごくですね、もう分かります。私もちょっと関西の方なので、ね、通天閣って言ったらもう高いっていうね、もう象徴するものですね。本当にですね、これ考えたのがすごい素晴らしいアイデアだと思います。で、上も下もお料理ということでびっくりしますね。カルパッチョとね、春巻き、はい、本当にこれ一つでもうガブリッと本当は行きたいところなんですけど、これはもう倒していただいて、はい、中に野菜が入ってるんですよ。中に野菜が入ってるもので、はい、倒していただいて、はい、このタワーをですね、こう割って、はい、であえて食べていただくのが、まあ、一番いいかなと。そう、楽しいですね、はい、楽しい。ひらまさの、ね、カルパッチョだそうですよ。わー、おネギもですね、たっぷり、ちょっとたっぷり乗せますね。いただいてみます。うん、ひらまさ甘い、美味しいですね。こちらはなんか酸味とね、甘みのなんかハーモニーで、ひらまさがちょっと甘いですね。本当に美味しいですね。うわ、これ女性にもすごく人気になると思います。もうさっぱりいただきます。次から次となんかね、食べてみたくなる一品ですね。はい、ご主人、これをどうやって食べたらいいんですかね。これはまあもったいないですけど、通天閣を倒していただいて、うん、焦がしていただいて、焦がしていただいて、焼いていただいて、召し上がってください。これを倒すんですね。わあ、すごい面白いですね。こちらはですね、倒すということで、ちょっと通天閣を倒してみます。わあ、通天閣が倒れます。わあ、ドンと倒れました。で、これでいいんですかね。はい、あともう、はい、皮をこう崩していただいて、ね、中に野菜が入っているから。あ、そうですか。これで崩したっていいんですか。わあ、すごい、なんか初めて楽しいですね。この辺からお、パリパリとなんかする音が、うわー、サクサクですね、ちょっと自信。これなんかすごくお野菜と、なんかサラダですね、いい感じでですね。これは面白い。ちょっとこれを、はい、いただきますね。あ、トマトをちょっとこっちに食べたら美味しそうやと思います。そしてタレをこちらのタレを使って、ね、そうですね、はい、食べちゃうということですね。こちらが何でしたかね。これ寒天ですね。寒天なんですね、はい、もう色がなんかいろいろあるんですね。寒天、カラフル、綺麗です。女性にね、なんかすごく喜ばれるような感じですね。綺麗、トマトの上にね、トマトも色がすごい。このままトマト もこちらのヒューガの角側ですね、はい。全部ね、もう地どれ、地元のお野菜、叩いてみます。わ、寒天。シャキシャキ。サクサクですね。食感がね、食感が楽しめます。すごいです。これは本当に歯応えがいいね、食材が良いですね。美容と健康に野菜たっぷり取った方がいいですね。わー、すごい。でもやっぱり平間さんも入れちゃってもですね、一緒に、はい、食べてくれてます。一緒に挟んでいただけるということで、わあ、すっごいいいアイデア、美味しい。これやめられません、歯応えがですね、春巻きの皮がカラッと揚がってあって、中のお野菜をふんだんに入れて、
伊賀さんのその甘いお刺身入れると口の中でね、ハーモニーになって美味しいですね。これはもう面白いです、本当に。重点の方何人かでね来られて食べられるとすごく満足されると思いますね。映え用のやつインスタ映え間違いなしですね。これは本当に撮って書いてくださいね。はい、ご主人、はい、今日はですね本当に美味しいお料理を堪能させていただきました。はい、ありがとうございます。こちらのお店は営業時間とかですね、はい、はい、定休日など、あ、営業はですね、はい、夕方5時からですね。で、まあラスト大体10時半とか11時とか、まあその状況次第であれなんですけども、はい、で、休みは一応不定休でやってるんですよ。あの台風とかでちょっと仕入れができない時があるんで、まあ、そこに休み合わせたりとかで、まあ、予約が入ればやってみたりとか、まあ、ここはもうあの臨機応変に、はい、やってますね。そうですか、はい、本当にですね美味しい、また創作料理ですね、はい、もう手が込んでてすごく彩りが綺麗なので、もう女性とかもう絶対期待、ね、メニューが多かったですよね。お刺身本当にプリプリだったので、はい、今回のそのメニュー以外にもいろんなメニューがね、はい、あのメニュー表にあったので、はい、あのちょっとまた新しいメニューをなんか考えられているとか、はい、うん、そうですね、うちの、まあ、コンセプトでその地産地消、まあ、地奴隷の鮮魚介類を中心に、はい、まあ、あの献立作ってますの で、うん、であとはもうあの夏場ですね、今月の27日もあの土曜の牛の日ですので、はい、あのスポット的にそのうなぎを入れてみたりとかで、まあ、夏季限定で宮崎名物 の、 あの冷や汁とか、うん、そういったお料理も、はい、用意してますので、そうですね、はい、冷や汁とご飯750円、はい、ね、で2つも入って750円、最後の締めで皆さんでシェアしていただいたら、うん、あ、いいですね、飲んだ後は美味しいですよね。すごいな。もうあの飲み物もですねいろいろあるんですよね。スパークリング、ね、もうお酒とか、あのこちらですねぶっちぎりの爽快感ビームハイとか、はい、これなんですかね、あのこれはハイボールのあれですね、はい、あ、あのバームのハイボールですね。はあ、飲むんですね。最近はちょっとあの日本酒にも力を入れてますので、はい、あ、これはなんかニャンカップっていう、はい、ワンカップに対抗してのニャンカップで猫好きには、確かに、はい、ワンカップってあるんですけど、にゃんこ、それにかけてワン、にゃんカップということで、はい、ではこの、ね、あの入れ物がすごい可愛いから、なんかもうみんな飲んだ後にこれ持って帰るって、はい、持って帰ってくれて、はい、ですよね。あ、それは必見ですね、うん、これは本当に、はい、いいですね、可愛らしいからね、今度ちょっと買って帰りたいと思いますね。はい、ありがとうございます。今日はですね、本当にあの楽しいお話と、ね、あの美味しいお料理を、ね、堪能させていただきました。もうこちらお刺身がですね本当にこうほんもりと盛ってあってですね、とっても、ね、あの新鮮でプリプリでしたよ。これは絶対食べに来てください、はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。辛い時も